どうも、ゆかちてもチャンネルです。今回はですね、一瞬で無料でワイポイント大量に稼ぐ裏技ということでやっていきたいと思います。今ですね、テンスラコラボを開催中ですね。で、やっぱりですね、ワイポイント稼ぐの超大変。僕もですね、今77,775ポイントあるんだけど、2、3ヶ月かかって、ようやくこれなのよね。無課金でワイポイント稼ぐの超大変っていうね、ガシャ回せへんやんっていう感じなんですけども、今回する裏技、期間限定となっております。皆さん、お見逃しなく。で、それがですね、こちらでございます。じゃじゃん！俺の友達召喚キャンペーン！こちらできるよね。なんか1年に2回ぐらいあるかな。こちらはですね、久しぶりにプレイしてくれた人数で、ワイポイント5000ポイントとか、スペシャルコイントリプルゼータ、ワイポイント1000ポイントもらえるわけなんですよね。初めてプレイの場合は、スペシャルコイントリプルゼータ、1000ポ1000ポ1000ポっていう感じですね。で、さらにいつもプレイしてくれる知り合いの場合は、1人につき100ポイントとなっております。で、やっぱりですね、これ LINE とかで友達に送るのってちょっとこう勇気いるやないですか。友達がいない人とかもね、いると思うし、だから迷惑かなみたいな。LINE いきなりこんなの送ったら迷惑かなって思ったりすると思うんですけれど、そんな時はこちら、スマホを準備してください。これを使えばですね、一人でも簡単にワイポイントを稼ぐことができる。俺の友達を召喚することが可能でございます。で、いずれの端末にも妖怪ウォッチプニプニをインストールした状態。これ iPhone 2台と、あと Android の方にもプニプニを入れております。で、基本的にね、この LINE で誘うっていうのを使うんだけれども、で、LINE 送るとですね、こんな感じのメッセージが送られます。招待届いたよみたいな、お願いしましょう。で、ここからプレイしてね、ということで、リンクあるので、こちらをね、一応コピーしておきます。なんかね、昔はもうちょい簡単なリンクだったんだけど、なんかね、最近難しいリンクになったよね。こちらのリンク、動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんそちらからプレイしてください。そうするとですね、僕にポイントが届いたりとか、で、久しぶりにプレイした皆様、なんと Y ポイントだったりとか、レアなコインが届きます。ウィンウィン、一石三鳥。で、iPhone の場合は、こちら、メモ帳にペーストしてやる、このリンクをね。で、エアードロップ。この端末、別の端末にエアードロップで、このメモ帳を共有してやる。そうすると、LINE 使わなくてもいいんだよね。LINE ってね、なんかややこしかったりするやん。もう契約していない端末、電話番号とかも使えない端末の場合、なんか LINE 使えなかったりするのよ。そういう場合、エアドロップとか使って、こうメモ帳を共有することにより、このリンクを簡単にね、シェアできちゃいます。で、Android の場合、どうすんの？ QR コードでございます。なんかネットでさ、検索したらすぐ出てくるんだけど、アドレスから QR コード簡単に作れるのよね。これを Android の端末で、スキャンしてやればいいだけ。なんか Google のアプリとかをさ、開いていただくと、ここにね、検索の右側にカメラマークあるんで、これをタップしてやるの。すると QR コードをスキャンできる。で、認識したよね。で、これでリンクをクリックタップしてやるとですね、Google Chrome だったり、プニプニを開くことができる。はい、来ました。リンクからプニプニを起動してやる。プニプニ。これもリンクからプニプニを起動。リンクからプニプニ起動。で、とりあえず、これね、ID 連動してない状態ですね。ID 連動してない状態で、こんな感じで、プニプニ起動して、初めてのプレイでございます。初めてプレイ3名、久しぶりにプレイ5名で、いきなり、Y ポイント1万になります。ってことで、早速適当に名前つけていく。ということで、マップ、行けましたね。ステージ1のところまで行きましたね。もうこの状態でね、見たら多分届いてると思うわ。キャンペーンのところをチェックしてみると、こちら、初めてプレイが3になっております。これ制限あって、マックス3なんですよね。で、これね、一番最初のステージやらんと、多分ね、タイトルに戻れなかったと思うんで、一旦ね、この舞踊人坊のステージは、
クリアしておきましょう。武用人坊のマップクリアしたので、タイトルへ移動しまーす。でですね、この画面の左上のところ、連動ボタンがあるので、こちらをタップ。で、皆さんレベル 5ID ね、いくつか持ってるかと思うので、それを連動してやる。で、正しくアカウント認証できたら、このままレベル 5ID 連動。で、このままログインしてやりまーす。そしたらね、結構ご褒美いただけるかなと。思います。さっきの新規作成したやつを削除して連動したアカウントでログインしてやる。すると、ちゃんとログインできます。ちゃんとログインできます。で、他の端末でも同様に連動していきます。ID 連動完了。ほい、データを削除して、すでに持ってるアカウントでログイン。すでに持ってるアカウントでログイン。ログインスタンプ。リムル君とジョン。ログインするだけで今リムル君入手できるからね。ダブル S ランク。テンスラの主人公リムル君。ほんでこれお帰りなさいってことで、特設ドセット選べるコインとか、めでたいコイン10枚とか、で、Y ポイントが4000ポイントも入手できるのえぐいよね。そして3代目の端末も久しぶりにプレイとしてログインしたいので ID 連動。これで連動3つ目ですね。久しぶりにプレイ3つ目。今あれだ、ニャンボもやってるんだね。超ニャンボ。オールスター超ニャンボ。過去のキャラクターが戻ってきてるわけだね。はい、リムル君いただき。そして、お帰りなさいってことで特別なご褒美いただき。ではですね、久しぶりにプレイ見てみましょう。何人になってる ?3 名になっております。あともう2人欲しいところではある。3人目以降1000ポイントだから、あと2人召喚した場合1万ポイントになるんで、もうちょいやっていくか。で、その場合、この、すでにあるプニプニを一旦削除します。ほいでから、またね、App Store。iPhone の場合は、App Store からプニプニをインストールして、連動してやる必要があります。で、なんか、プニプニね、今、最初からインストールすると、700メガぐらいかな、インストールせなあかんから、結構インストール時間かかるんだけどね。まあ、こんな感じでやってやれば、まあ、最短で30分から1時間ぐらいでできちゃう。アップを削除。で、また、プニプニをアップストアからインストールと。まあ、これ、そもそもは、プニプニユーザーを増やそうという取り組みなので、できたら本当のね、友達とかを召喚する方がいいんですけれども、友達がいない場合とか、そういう方はぜひ、この裏技を使ってみてください。端末がいっぱいあればあるほど、簡単にね、召喚できちゃいます。やばーい、やってしまったかもしれない。やっちゃったかもしれない。久しぶりに6名ね、ちょっと召喚したんだけど、リンククリックせずに起動してしまったかもしれない。オーマイガー。もう今からじゃ遅いかな?もう今からじゃ遅い?リンククリックして、プリプリキューは。もう今からじゃ遅いかしら。これはいつもプレイの方にカウントされちゃうんかしら。リンクからプニプニ起動。にゃー、どうなの、結局どうなの、どうなの、どうなの、どうなの。では見てみましょう。こちらキャンペーンチェック。すると下の方を見ていきましょうか。よいしょよいしょよいしょ。あれ、初めてプレイ3、久しぶり4。今リンククリックしたよね。いつもプレイにカウントされないの。そう、リンククリックして、最初から起動の、戦闘あかんのかな。途中からプレイしてた場合、リンククリックしてもあんか、効果ないんかな。ちゃんとリンクをクリックして、タイトルから始めるにすると、召喚できたよってことになるのかな。はい、見てみましょう。結局今久しぶりプレイ5になったね。久しぶりにプレイ5、初めてプレイ3になりました。で、ちなみになんですけど、今回条件が結構優しいのよ。
7月25日木曜日以降にプレイしてない知り合いを召喚したら結構ご褒美もらえるってことなのね。え？みたいな。一週間ぐらい最近一週間ぐらいプレイしてなかったら結構ご褒美もらえるやんということで、これ今回かなり条件ね、優しめになっております。ではまとめてご褒美受け取っておきたいと思います。今覚えておいてくださいね。77,775 ポイントなんですけど、一気にご褒美受け取っちゃいます。まず久しぶりにプレイ、マヒーンスペシャルコイントリプルゼータにいっぱいだぞ。でさらに初めてプレイ、一気にグフーン、スペシャルコイントリプルゼータと2000ポイントということで、1万ポイントアップ、今、87,775 になりましょう。ということで最後ね、スペシャルコイントリプルゼータが回しておきたいと思います。ちなみにですね、スペシャルコイントリプルゼータの中身こちら、トリプルゼータラインナップしてる、トリプルゼータ確定のガシャとなっております。神コインやないかい。大体のキャラ持ってそうな気はするんですけれども、果たしてどのトリプルゼータが出るのか。コインが確か今2枚あったと思うんで、もうまとめて一気に回しちゃいたいと思います。こちらですね。トリプルゼータの妖怪が出る特別なコイン。果たして持ってないキャラ出てくるのか。ウィスパーさんの演出はぐる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 リンパ。レインボー、金の玉とレインボー、左から行きます。持ってるね。これトリプルゼータのなんか竜神系のやつだ。天道竜神系だって。そして右のレインボー降ってくるのか。持ってたー。トリプルゼータのこちらは黒竜。なんか目印イベントのキャラ結構出たね。はい、ってことで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ブワー。